欲しかったコスメを2つ買いました。ずっとあのプチプラのものを使っていたんですけど、コンシーラーをこちらのディオールのフォーエバーのスキンコレクトコンシーラー、こちらが、去年のコンシーラー部門で結構人気が高かったもので、こっちはシャネルのリップなんですけど、ルージュココフラッシュを買いました。はい、こちらがディオールフォーエバーのコンシーラーです。 1N っていうカラーにしてみました。まあ、通販で買ったので、海外のサイトで買ったので、もちろんタッチアップとかしてないので、ちょっと色味が分かりづらかったんですけど、まあ多分明るめのカラーでいいかなと思ったので、こちらにしました。結構カバー力があるっていうことで、いろんな YouTuber さんがベストコスメにあげていたので気になって、今ファンデーションもディオールのカバー力のあるものを使ってるんですけど、それでも隠しきれない結構頬の赤みとか出やすいタイプなので、こちらにしてみます。で、こっちがシャネルの、ルージュココフラッシュの番号が138番のフィールというカラーです。こちらは、まあ、割とそんな別に新しいとかいう新作のものでもないんですけど、色がね結構青みピンクで可愛いですよね。あ、可愛い。青みピンクには目がない。春らしくてね、可愛い色だなと思ってこれにしました。ちょっとまあご褒美的な感じで買ってみました。私にとっての初シャネルですね。ちょっとテンションが上がりますはい、そんなわけで購入品の紹介でした。これから使っていくのが楽しみです。Thank you.
Thank you.